ただいまより岸田内閣総理大臣による G7 広島サミット議長国記者会見を行います。冒頭岸田総理にご発言いただき、その後質疑応答を行います。それでは総理お願いいたします。はい、先ほど G7 広島サミットはすべてのセッションを終了し閉幕いたしました。 G7 首脳8つの招待国の首脳と7つの国際機関の長、そしてすべての参加者関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。